皆さん、こんにちは。5月24日、北中米ワールドカップ、アジア二次予選のミャンマー戦とシリア戦に臨む日本代表メンバー26人を発表した日本サッカー協会。招集メンバーは、アーセナルの冨安健洋選手、リバプールの遠藤航選手、レアルソシエダの久保建英選手など、常連組が順当に選ばれ、ラツィオで復調傾向にある鎌田大地選手や、ブレンビーで絶好調の鈴木唯人選手が代表復帰を果たしています。久保選手と鈴木選手については、パリ五輪世代として今夏の本大会への出場が可能で、6月に2試合の強化試合、対アメリカ代表を行う、U23日本代表への招集も見込まれた中で、A 代表メンバーに名を連ねており、この件について山本 ND は会見で、海外クラブとの交渉を続けてきた結果、鈴木、久保は FIFA ルールで IW 国際 A マッチウィーク以外は招集できません。その中でクラブは招集できないという結論に現状なりましたと明かし、今後も交渉を継続していくものの、五輪出場への道が立たれる可能性が高くなっており、こちらに専念してという形のワールドカップ最終予選に備えるという流れになっていますと語っています。そんな日本代表のメンバーの発表には隣国メディアも興味を示しており、中国メディア G ボーバはこのメンバー発表を速報。20人が欧州組の超豪華メンバー、遠藤航が牽引、鈴木、ザイオンと三笘薫が不在だと驚きを持って伝えており、同メディアのコメント欄には、なんて贅沢なんだ、日本代表のラインナップを見てファンとしては本当に羨ましいです、追いつくには300年かかる、長友がまだいるのか、古橋はなぜいないんだ、古橋がダメなら中国に来てよ、フォワードが必要だ、この布陣でミャンマーを攻撃する気持ちは軍事演習と同じだろうか、誰が選ばれても我が国の代表には勝てるだろうなどのコメントが寄せられ、また韓国メディアの応戦では冨安、遠藤、鎌田、堂安、律などの主力が選ばれた中、パリ五輪出場が見送られた久保と鈴木唯人も A 代表に選出された。しかし彼ら以外にU23の選手は A 代表に招集されていない。これはオリンピック代表チームに集中しろという意味だろう。例えば今回 A 代表に呼ばれなかった鈴木ザイオンはパリ五輪出場が有力視されているU23アジアカップを制して黄金期を迎えた日本はパリでメダル獲得を狙っているのだとスカッとの一部を紹介しつつ、パリ五輪世代に注目して伝え、続けてU23アジアカップで準々決勝敗退に終わり、パリ五輪出場権を逃した母国の現状について皮肉を込め次のように綴っています。パリ五輪出場権すら獲得できなかった韓国は正式監督の選任に失敗、 A 代表の指揮は再びキムドフン臨時監督に託される。 A 代表には継続性が重要なのに、試合ごとに新しい監督とコーチングスタッフが指揮を取っている。皮肉なことに韓国はどうせパリ五輪出場に失敗したから代表チームの二分化とは関係なく A 代表に若手を抜擢できる。6月6日にシンガポール代表と11日に中国代表と対戦する韓国代表は本日の27日に招集メンバーを発表しており、ソン・フンミン選手やイガンイン選手、ファン・ヒチャン選手などの欧州組のほか、町田のオセフン選手や名古屋のハチャンデ選手など7人が初選出されています。一方でキム・ミンジェ選手やワールドカップで話題になったチョビソン選手などが戦外で、 KFA の公式サイトによればキム・ドフン暫定監督は次のように説明しています。キム・ミンジェは最近のリーグ戦で怪我をした左足首がまだ万全でなく、正常なトレーニングと試合出場が難しいという選手側の要請があった。チョビソンも痛みが持続した右膝の手術をするため、その事情を受け入れて今回は招集しなかった。韓国メディアのニュースワンはそんな二次予選の試合を前に、日本とイランを避けよ、三次予選で第一ポットに必要な6月の連勝と題した記事を掲載し、まだ司令官監督を見つけられない韓国代表は
6月に A マッチ2連戦を控えている。暫定体制で試合を準備するなど、いろいろと乱雑な状況だが、北中米ワールドカップ本戦に上がるためには2連勝が必須だと報道。続けて同メディアは、韓国は現在3勝1分け勝ち点10で、中国勝ち点7に先んじてグループ行きを維持し、大きな異変がない限り9月から始まるアジア3次予選に上がるものとみられるとした上で、こう続けています。だが、単にワールドカップ本戦進出が目標ではなく、本戦での好成績を期待される韓国の立場では、2次予選の2試合を無駄にはできない。韓国は先月公開された FIFA ランキングで23位と、アジアサッカー連盟 AFC 加盟国のうち日本18位、イラン20位に続いて3位を守っている。しかしオーストラリアが24位で、韓国のすぐ後ろまで追撃してきている状況だ。 AFC 加盟国のうち FIFA ランキング上位3チームは9月から始まる3次予選で第1ポットの資格を付与される。この資格を取得する必要がある。韓国が4位に追いやられたら、3次予選で日本、イランなどの難しいチームを相手にしなければならない。最近のサウジアラビア、イラク、カタールなど中東チームの上昇傾向を考えると、第2ポットは負担になる。3次予選はワールドカップ進出の可否だけでなく、本戦で無難なグループ分けを受けるためにも重要だ。3次予選で難しい相手に当たって FIFA ランキングポイントを詰めなければ、本戦で負担となる可能性がある。こういった韓国の報道に、日本からは、メンバーの選考よりもまずは監督を決めないといけないでしょう。日本よりも良い成績を上げたいのなら、まずはチームの方向性や戦術面を確立させないといけないので、暫定監督とかでその場しのぎの戦いではまず結果は出ないでしょう。まあ、やりたがる監督がいないというのが現実なんでしょうが、過去のこともあるし、評判が悪い国だから、これも仕方ないですよね。五輪にいないのは本当に嬉しい。相手への敬意もなし。試合後は必ずイチャモンで、必ず後味悪くなるから見たくない。 A 代表には自称 S ランクが何人もいるんだろう。ポット1に入るためアジア3番手に必死なのが現実。いえいえ、黄金期なんておこがましい。未熟な日本は未だに発展途上です。ゴールはまだまだ先のことと思っています。孫選手などを擁し黄金期を迎えている韓国なんかと比較なんてできません。日本がどうこうより、はよ正式な監督決めた方がいいよ。実力ないのにプライドばかり高い勘違い国家の地盤沈下は止められない。審判買収とテコンドーサッカー依存から抜け出せないのか、などの声が寄せられています。韓国サッカーの騒動で揺れる中、日本代表に注目している韓国国内、今後の報道にも注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。